テレビ局チャンネルのボイトレンドラー、シチュエーションボイトレというですね、あなただけの歌が歌えるようになるんじゃない？世界に一つだけの歌が歌えるきっかけに、ね、なる動画になってるんじゃないかなという。本日も始まりました声優学園チャンネルのボイストレーニング動画、ね、というわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、この動画はシチュエーションボイトレといってですね、まあ人はいろんなこう日々生きていく中でいろんなシチュエーションねあるわけですね。まあ告白のシチュエーション、シーン1は告白やったんですけど、シーン2が応援だったりねしたんですけど、本当に生きているだけでいろんなシチュエーションでの中でみんな生きてると思いますね、そしてそのシチュエーションの中で何を感じているかとか、ね、どういうふうに思ったかとか、どういう行動を取ったかとかってね、どういう表情だったか、どういう声が出たかっていうことはもう全部あなただけのものじゃないですか。なのでそれを歌にすればあなただけの歌が歌えるようになるんじゃねっていう、そういうねところから始まったシチュエーションボイトレでございます。なので今日のこの動画も最後まで見ていただくことによって、あなたがあなた自身だけのあなただけの歌ね、世界に一つだけの歌が歌える、きっかけにね、なる動画になってるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで見てください。それでは行ってみましょう。ウェイウェイウェイ。そうだ、その前に一つ言いたいことがあるんですよ皆さん。あのね、小松さん、声美学園チャンネルのボイトレ動画見ましたよ。めっちゃ笑いました。本当にありがとうございます。小松さん、声美学園チャンネルの動画見たんですけど、あれめっちゃ笑ったんですけど、小松さん、声美学園チャンネルのボイトレ動画、あれ電車の中で見たらやばいっす。マジで超ウケる。って、全然ためになってないやないかい。まあいいです、別に。皆さんに楽しんでいただければ。楽しんでいただければそれでいいです。そしてもうなんか知らないうちに、あれなんか俺の歌、なんか最近自分なりの歌を歌えてきてるかも、それって小松がやってたシチュエーションボイトレのおかげかも、みたいな風に、まあ後々思ってくれればもうそれで OK です。はい、というわけでね、今日も楽しくやっていこうと思うんですけれども、そのね、いろんな人の他の会話の中でこういうことをね言われたんですよ。あの、音は取れるんだけどな、なんかこうかっこよく歌えないっていうか、まあこう途中で苦しくなっちゃったりとか、なんかねこういい感じに歌えないんだよねって言われたんですよ。で俺ここにねすごいヒントがあると思ってて、いい感じに歌いたいよねみんなね。そのいい感じっていうのは人それぞれね感じ方があると思うんですけど、でもそのいい感じっていうものの一つの答えになるかもしれないことを今日やります。なので今日はそれでいってみましょう。はい、声美学園グループ校舎名が変わります。例えばですよ、何をすればいいかというと、大抵ね音は取れるけどかっこよく歌えないっていう人の中の、まあ僕が出会ってきた大半はあんまり息吸えてないし、歌ってる間もあんまり息吐かないんですよ。なんかね省エネっていうか、もうちょっと歌う時もぐらいで吸って、で、で歌ってるみたいな。もうそれじゃ、まあ確かにいい感じには歌えないと思います。はい。まあ、人間の体の構造的に声を出すっていうのは、息をちゃんと吸って吐くことによって息が声帯を震わせ、その声帯が声になってるんですよ。だから僕の今のこの声も息によって声帯が震えてて、出ている声なんですね。なんでそれをもう最大限使っていかないと、それはいい感じには歌えないよねっていうねところで、はい、そこをね今日はねクリアしていこうと思いますよ皆さん。じゃあそんなわけでいきましょうか。まあ、例えばさ、まあ、シーン1のね、過去に出した動画でシーン1告白っていうねシチュエーションボイトレがあったんですけども、まだ見てない人いたらぜひそっち見てからこっち来てください。はい、その告白の場面ねでこういうあの感じね、ちょっとそこ座ってもらってもいい？君に話があるんだ。僕は君のことが大好きで君と付き合いたいと思ってる。どうかな？それでね、僕と付き合うことによって絶対に君は楽しい思いをするんだ。なぜなら週末になったらデートに連れて行く。ね。それで絶対に楽しいと思う。もうすごい噛みまくってるけれども、ごめん。君にね、すごく伝えたかったんだ。だからね、これを伝えようと思ってるんだけど、っていう風な人いないよね、これね。途中めっちゃ噛んだけど、ノンブレスでね、告白する人っていないじゃないですか。で、あと、呼吸が浅い人もなかなか歌がね、うまくなれないと思います。はい、これ難しいと思うんですよ。で、呼吸が浅いシチュエーション、告白シチュエーションはどういうものかって言ったら、君
君のことが好きなんだ、付き合ってほしいんだ、苦しい苦しい酸素をくださいみたいになっちゃって、こんな、これはさ、もうなんかっていうか告白っていうか、お前大丈夫か、息吸ってってなるじゃんね。だからそう、余計な心配をさせずにちゃんと自分の思いを伝えるためには、しっかりと落ち着いた呼吸でね、まあ内心ドキドキしてる呼吸、告白する時なんてもう心臓バックバックですよね。心臓バックバックだけど呼吸はさ、そのみたいなふうにならないじゃないですかね。だからそこのところをしっかりと歌に置き換えていくっていうことをね、やるとどうなるかと。じゃあ今の浅い呼吸とかノンブレスで、まあノンブレスは後かな、浅い呼吸で、歌うとしたらね、こんな感じになるっていうのをやっていこうと思います。そう、今日のね題材の曲、あいみょんさんの裸の心なんですけど、もうねこの曲が主題歌になってる私の家政婦渚さんっていうねドラマがあるんですけども、これめっちゃ面白いこれね。じゃあそれも、私の家政婦渚さんの、ドラマの主題歌になっているあいみょんさんの裸の心でね、ちょっとやっていこうと思うんですけど、例えばだよ、じゃあ息が、じゃあ浅いバージョンね一体このままいつまで一人でいるつもりだろう、だんだん自分を憎んだり誰かを羨んだり苦しい息続かない感ある。そして今ね聞いてもらってお気づきの人もいると思うんですけれども、これ息が浅いともうどんどん歌が速くなってっちゃうんですよ。これ走るって言うんですけど、歌が走ってっちゃう。だからそういう弊害もあります。なのでしっかりと息を吸っていこうとね、落ち着いてね行こうと思います。どうなるかっていうと、息吸うタイミングのとこ見れてね、みんなね、一体このままいつまで一人でいるつもりだろう、だんだん自分を憎んだり誰かを羨んだりみたいな感じ。これだとね、こうやってリズムがこうやって流れていってさ、落ち着いて歌が歌えるようになるわけですよ。まずはここから始めた方がいいですよ。ちゃんと吸ってちゃんと吐くね。だけどちゃんと吸うって言ったってこれは NG ですよ一体このままいつまで一人でいるこれはダメですよね。いいの、自然に吸えばいい。もうあなたの肺の大きさはそれ以上大きくならないから、今持っている肺の大きさでしっかりそこにねいる、もうそれ以上広げようと思ったって絶対無理だからね。この肺の大きさにしっかりと息を吸ってくれれば OK で、コツは焦らないはっとか吸わないで、そうすると肩が上がってきちゃうんです、だんだんはっみたいになってきちゃうから、そうなると歌ってる様もねかっこ悪いんですよ。一体このままいつまで一人でいるみたいなふうになっちゃうから、大げさにやるとだよ、めちゃめちゃ大げさにやってるけど、っていうか俺なんか笑い取りに行ってんな、ダメだなこれね。はいはい、というわけでね、行ってみましょう。こんな感じで、大げさに今やってみせましたけど、やっぱね若干ちょっとねって吸う人結構実は見受けます。はい、見受けられます。友人たちとねカラオケに行ったりとかすると苦しいのは分かるんだけど、ってすごいなんかもうでもうどこ行くの、戻っておいでみたいな風になっちゃう人もいるんですけど、それはね気をつけてください。落ち着いてしっかり吸ってしっかり吐けばまたちゃんと吸えるからね。逆にいっぱい吸ったのに歌中にあんまり吐かなかったら、それは苦しくなっていくよ。だって新しく吸えないんだからさ。のわけで、フレーズごとにちゃんとね息を吐き切るっていうことをやるといいかもしれないですね。はい、整備学園グループ夏のオープンスクールが7月25日にスタートします。
各校舎の日程は動画の概要欄をチェック。整備学園チャンネルというわけでね、今日はね、ちゃんと吐いてちゃんと吸おうぜっていうレッスンだったんですけど、これをやってもらえればだんだんね、歌を歌ってる時の体の使い方っていうのがね、自然な体の使い方っていうのが皆さんにも分かってきます。はい、なので最初は掴みにくいかもしれないんですけど、あえてね、ちょっと意識を強めてやってみてください。はい、ため息ついてるみたいな感じかな。はーっていうね、ため息つくときもさ、はぁーってならないよね。こんなため息の人いなくない？めちゃめちゃ吸ってめちゃめちゃ吐くみたいな。もう自然に吸って自然に吐くじゃないですか。はぁーみたいな。これでいいんですよ。なんで、その感じで息の使い方で、ちょっと歌を練習してみてください。というわけで今日はね、この辺にしておこうと思います。この次の動画では、どうやったらメロディーをね、取れるようになっていくかということをね、ちょっと考えていこうと思いますので、その動画上げていきますね。それでは今日はここまで、ありがとうございました。楽しんでね、歌を楽しんで。